何してんの？なんとなくぼーっとしてた。ふーん、そっか。今日もいろいろあったよな。だね。でも毎日楽しいよ。死にかけたりするけど楽しい。まさかこんな状況になるとか、一緒に旅できるとか思ってなかったよ。そうだよな。俺だっていつ知り合ったんだっけ。高校だから、5年。まあ知ったのはもっと前だけどな。あれ小学校か。え、なんで覚えてんの。あんなに見られてたら覚えるわ。うわ、あれはいろいろと理由がですね。なのに高校の入学式で初めましてとか言ってたな。あれすっげえ意を決して話しかけたんだって。なんか懐かしい。普通に声かけてこいよ。え、そうやって簡単に言うけどさ、ノクトにはきっとわかんないよ。あの時俺ごめん、やっぱなんでもない。なんだよ、気になるだろう。だよね。俺昔自分から全然話せなくてさ、その友達って呼べるような友達もいなくて、いつも一人だったし、自分には何の価値もないかもって思っちゃったりしてさ。相変わらずいろいろ気にすんのな。今も気にしてんだろ。どうせ自分だけ一般人で弱いから、せめてみんなの雰囲気がいつも良くなるようにとかやってんだろ。な、気使えるって普通にすごいと思うけどな。簡単にできることじゃねえし、そういうとこお前らしくて俺はいいと思う。え、今のままでいいってこと。そうですが、何か。あ、いや、なんか変なこと言ってごめん。大体俺がつるんでるやつに役に立たないやつなんているわけねえ。え、なんでキレてんの。ありがとう。はあ、なんかすっきりした。なんだそれ。よし、このまま俺ができること全力で頑張ってみるよ。ああ、頼むわ。